こんにちは、かなのあです。ピーン。今回はリクエストでピアス、イヤリングを全部紹介してほしいというリクエストがあったのですが、全部はお伝えしきれないので、はい、今日はその中でもお気に入りトップ5をかなのあそれぞれ持ってきたので皆さんに紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、じゃあ最初はノアのトップ5を紹介してもらいます。ちなみにノアは耳が開いて開いてます。開いてますね。じゃあピアストップ5お願いします。お願いします。まず5位、第5位ダラララララじゃん。このいや普通のシンプルなやつ、いいね。これ H&M で買ったんですけど、なんかこの大きさが違うのがあと4つぐらいって、でっかい4番目に大きい H&M です。いいですね。第4位、ダラララララ、これかわいい誕生日プレゼント、ヘイテ、あのティーンエイジャーズのメンバーからもらった時にもらったピアスなんです。かわいい。かわいいよね。お手て、そうゴールドの手、いいよ。すごい、いいことしかなさそうじゃない。うん、お店はなんかわかんないけど、でもかわいいよね。サンプル、ありがとうございます。かわいい、本当嬉しいんです。こんな感じで良いはこれです。はい、じゃあベッド3いきましょう。第3位ダラバン、ダダダジャン。これ多分クリアーズとかなんだけど、なんだろう、なんかさ不思議に見えるからかわいいんです。なんかちょっとちっちゃめだけど、でもなんか結構なんだろう、インパクトっていうか、インパクトあるね、ちっちゃいけど、そうかわいいから好きです。第2位、ズルルじゃん。このなんだろう、今年流行ると言われてるやつ、なんかこういう何透けてるっていうか、ね、うん、なんか濁ってる白みたいな、汚い濁ってるとかじゃん、牛乳っぽい、なんかそういうのが流行るって言ったし、白もなんだろう、なんか髪黒いから結構見えやすいかなと思って、白、ね、確かに可愛くて好きです。しかもリングロングでも白だと目立ちそうだね。目立つ。どこで買ったの？あの横浜の駅の下のアクセサリー屋さん、300円でした。多分まだ売ってると思う。そして最後に第1話ダラララじゃん、キーンです。まあね、また緑が流行ったの、ノアの中で。またじゃない。緑。これも、このお店と同じところに売ってます。見た目重そうなのにすごい軽い。軽いのいいよね。なんか緑とさ、ゴールドって可愛くない？可愛い。わかる。1位です、だから。あらわ。ノアのトップ5、こんな感じでーす。じゃあ、カナのトップ5。5! ちなみにカナは耳が開いてないので、イヤリングです、全部。あ、なんかちょうどいいね。そう、ピアスとイヤリングちょうどいいね。イヤリングを紹介していきます。イエーイ。今のイヤリングトップ5、ドルル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 ル、ごめん、ドルル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 ダーじゃん。なんかこれでも私あんまつけてないんだ。でもかわいい。つけてないんだけど、すごい好きなの。なんか私つけるタイミングがどうしてもなくて。かわいいでしょこれ。何年か前に。なんかしかもなんかハートっていう。そう、ちゃんと私心臓ハート。かわいい。じゃあ次、第4位。ルル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 ル。これは GU で昨日買いました。一番最近のイヤリングですごく可愛くてね、びっくりした。じゃあ第3位、じゃん、これ。この青すごい可愛い。なんかこういう今青着てるんですよ、カナの中で。これは GU です。はい、じゃあ次第2位、ボーン、じゃん、マッキンキンです。なんか形さ、なんか普通のとちょっと違うね。ちょっと雫型っぽい感じが可愛くて好きで、形が普通と違うね。そうそう、でしかもシンプルだからやっぱりすごい使いやすくてめっちゃ使ってます。これは使いやすそう。これ覚えてないな、どこで買ったんだろうね。これこれ重たいの？全然軽いね。GU なのか、 GU かも。待って、今のところ GU ばっか。皆さん多分 GU 行ったらカナになれるよ。GU 可愛いね。アクセサリーカナ。そして最後に第1位、ドゥルルルルルバーン、これです。
赤でもないオレンジって感じの色可愛いね。なんか朱色っぽい感じのやつに下、うん、ゴールドのところに青いふさふさがついているやつです。青い色だ。ちょっとなんだろう、服に色味がないときにこれをつけるだけで、あ、白と黒、そうめっちゃ可愛いし印象が変わる服の。どこのですか？あ、これはね、ロリーズファームとか。まさかのトップ5中3個 GU という、432って GU だ。はい、今回はですね、こんな感じでカナノアのトップ5ピアス&イヤリングを紹介しました。イエイ。多分まだ売ってる商品もあると思うので、うん、ぜひ見つけたときは一緒に皆さんでお空にしましょう。お空にしましょう。今回の動画は終わりです。終わりです。見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。いいなって思ったら、いいねと、高評価じゃない。いいねと、チャンネル登録。コメントも待ってます。待ってます。次回のカナノアもお楽しみに。バイバーイ。